台本や設定がなく、その場で出てきたアイデアを受け入れ合って物語を作っていく、インプロ・即興演劇のワークショップが5日6日の2日間、新居浜市栄町の赤金ミュージアムで開かれました。このワークショップは、創作を楽しむ機会を作ろうと、松山市の NPO 法人シアターネットワーク愛媛が主催し、小中高生を対象に行われました。インプロとは、台本や設定などが何も決まっていない中、その場で出てきたアイデアを受け入れ、物語のシーンを作っていく即興演劇です。講師は演劇教育を専門とする東京学芸大学の高尾隆准教授。6日の小学生の部には県内から19人が参加しました。前半はさまざまな簡単なゲームを行って緊張をほぐした後、2つのグループに分かれて森を表現しようというお題に、木や花、リス、テントウムシなど周りにいそうなものを自由にイメージしてなりきっていく時間が設けられました。後半はグループに分かれ、真っ白な紙に顔のパーツを順番に書いていき、できた人を登場人物にしてみんなで物語を作っていきました。高尾准教授の名前は何にしようかとの問いかけに、はちみつん、毎日はちみつを食べているハニーちゃんなどと独創的なアイデアが次々と飛び出し、それをもとに物語が作られていきました。高尾准教授は、どのワークショップでもみんなで一緒に作品を作るという過程を大切にしている。インプロ通じて恥ずかしさや人に表現することが怖いという気持ちをほぐし、一人一人が持っている本来の想像力を引き出していきたいと話していました。出来上がった物語は実際にスタッフが演じ、子どもたちも少し出演して大盛り上がりのワークショップとなりました。生まれた時からチンデスギだったんですね。